いやー、ロンドンはね、雨でしたよ。すっごいかかるよ。自分の頭に上がった。ありがとう、皆さん、お待たせしました。うわ、すごいな。お、雨晴れてきたんじゃない？どうも皆さん、お待たせしました。ロマンチです。ノーアンティーク、ノーライフ。はい、というわけです。アフタヌーンティーセミナーへようこそ。さあ、今からアフタヌーンティーのお話になります。英国の王朝、イギリスって皆さんどんなイメージあります？イギリスのイメージ、何のイメージある？トールちゃん、イメージ、イギリスのイメージ、ブリティッシュロックね、例えばビートルズとかありますよね。イギリスのイメージっていろんなのイメージ持ってますね。皆さんね、ビクトリア朝とか大英帝国とかありません？そういうイメージね。これがこのセミナー終わった後覆ってます。イングランド、上がスコットランド、左がウェールズ、そして左の上が北アイルランド、4つ分かれてるっていうのをイメージしていきますね、話ね。はい、行きましょう。違うんです。つまりこの英国と言われているのは侵略、侵略の歴史なんです。侵略されてる方です。皆さん、侵略した方の歴史ってご存知でしょう？侵略され続けてるんです。まずは最初2000年前に遡ります。紀元1055年にローマっていうのはイタリアですね。ローマがなんとイギリスに入ってきたんです。そしてローマ帝国をここの今さっきありましたイングランド、あそこに入ってきて、なんとロンデニウムという町を作ったんです。ロンデニウムがロンドンなんです。2000年前のローマが入ってきて、ほとんどローマになったんだけれども、ここに入ってきますよ、こうやって、入ってきました。このスコットランドに入ろうとした時に、もともとの原住民ピクト人って強いやつがいたんですよ。これがもう嫌だったから、このローマ人はここの教会にハドリアヌスの長城とアンデの長城みたいなの作ったんですよ。2000年前、横は800キロ、奥行き3メートル、高さ5メートル、これが今のスコットランドとイングランドの境界に使われているんです。この時に言ってたんですよ。だからスコットランドとイングランドが混じり合わないんです。そして100年間続いたら、今度はランカスター朝に移るんです。ランカスター朝、そうするとね、ヨーク朝ランカスターって、ね、これね、実は家の名前なんですよ。これどんなの？赤柄ランカスター、ヨーク白柄、これでバラ戦争を起こるんです。そこで赤バラの旗を掲げ、白バラの旗を掲げて、ここで戦争します、ブワーって。これがずっと続きます。これだけ覚えて帰ってほしい。ヘンリー8世って呼んでた、大変の日、ヘンリー8世、ヘンリー8世出たんですよ。ヒロシ君、ヘンリー8世出たんですよ。お前後で言うから覚えて、ヘンリー8世。これね、イギリス国教会っていう宗教を作っちゃったんです。なぜかというと、なんとヘンリー8世は一人目のキャサリンと奥さんと結婚してて、男の子はできなかったから、もう別れて新しい子供を作りたかったんだけど、カソリック教だったから離婚できなかった。エリザベス1世です。これすごいですよ。ヘンリー8世の2番目の奥さんなんですよ。ヘンリー8世よくやったよね。あんだけ悪いことしてたのに、エリザベス1世作っちゃったって。で、エリザベス1世ができました。これで、第1回目の皆さんの知ってる英国のプレイグが始まります。そして、大航海時代が始まって、スペインの無敵艦隊アルマダの海戦で守ります。プリング、プッディング、プリンの横浜に入ってきた1800年代後半でしたプリンが始まります。で、プリン王子が来るんですね。彼はあれですね、プリン王子の姫君、ちょっと立ってください。彼はね、プリンを何百個も食べて、マツコの何度も知らない世界に出て、第一回目でそうですよ。知ってます？産業革命、世界初の万博、ロンドン万博、そして鉄道が通ります、地下鉄も通ります、アフタヌーンティーがこれで登場します。そして今現在のエリザベス2世に
来るんですけれども、これが1952年ですね。そしてこの君主すごい、何がすごい、まず95歳になるのがすごい、それと最高齢の君主であると最長齢の在位を持っています。だから最強です、最強です、これいません、今まで。だから皆さんがイギリスが強いっていうイメージは女性が作っているんです。でここにエリザベス1世女性です、ビクトリア女王女性です、エリザベス2世女性です。この前にいるテーブルの人たちみんな女性。はい、というわけでですね、ダウントンアビーというのはそのさっき言った申し上げた第一次世界大戦で貴族が崩壊が始まりました。男性が生まれなくて3人姉妹になります。ハイクレア城というところで撮影がされています。これマギー・スミスさんってハリー・ポッターの校長先生ですよね。この人がバイオレットに出てきます。この人が出てきます。そしてこの中のハイクレア城は現実に今も使われていて、漁師が住んでいてアフタヌーンティーされています。最後にですね、ちょっとね、すごくおすすめのミュージアムがありますので、意外と知られてないミュージアムがありますので、ぜひ私おすすめの英国デザインの歴史画で見れるミュージアムというのがあるんですよ。これね、5つ星です。私のビクトリア・アルバート美術館ってロンドンにありますよね。それをスコットランドに作ったんですよ。それを作ったのがなんと日本人の熊健先生ですよ。とでかい博物館を作ったんです。これね、エジンバラの上でスコットランド中心からだいたい1時間ぐらい車の飛ばすとですね、ダンスがありまして、そこにですね、こんな建物、これね、スコットランドの崖をイメージして作ったんです。この崖の中の博物館なんですよ。そしてビクトリア・アルバート美術館が入りますと、隈研吾氏によってこの場所は、まあ、市民の今ではリビングであるってコンセプトで作られているので、誰でも入れる、無料で。皆さん来年期待してください。ご清聴ありがとうございました。ご挨拶に伺っていただきます。よろしくお願いします。